きチャンネル。こんにちは。こんにちは。この前ですね、はい、DH の問題喋ったじゃないですか、はい、でその時に、うん、ちょっとコメント欄にもいっぱいあったんですけど、はい、ピッチャーの能力上がってますよと、うん、平均スピード上がってますよって言ったんですけど、はい、僕はピッチャーの能力が著しく上がったかって言ったんですよ、うん、はい、だから誰も上がってないって言ってないんですよ。著しくはだからめちゃくちゃ上がったわけじゃ、うん、上がってるけどめちゃくちゃ上がったわけじゃないと、はい、もしくはバッターの能力が下がったかでホームランの数が減ったんちゃうかって言ってたんですけど、バッターの能力が下がったら若干言い過ぎました。だからそこはちょっと反省します、はい、やっぱしっかり反省するとこは、はい、言い過ぎたっすね。そうです。だからね、うんうん、バッターの能力が下がってるわけじゃないです、はい、一緒です。上がってない、上がってないってこと。もしくはだから一定の選手はね、はい、一部の選手は上がってますけど、うん、底辺が上がってないんですよ。あ、なるほど。だからホームラン数が減ってんじゃないのかっていう、うん、っていうところに結論づいたんですけど、はい、ボールが最近低発球ちゃうんかとか、うん、昔ラビットボール、ね、ラビットボールって飛ぶってことです、ウサギのね、はい、ラビットボールだったから、うん、そんなお前昔の方がボール飛んで今は飛んでないからホームラン減ってんじゃないのかっていうコメントが多々あったんで、はい、じゃあ分かったと、うん、じゃあボール調べようっていうことで調べてきました、はい、じゃーん。これすごくないですかこれ。はい、だからこれはまあ見てもらいたいのが、はい、2005年から2019年までの12球団のホームラン総数、チームホームラン数をここに全部書いたんですけど、はい、じゃあなんで2005年なんからやと、はい、もう2004年も前も出せよってなるんですけど、はい、このボール調べたところ、2004年までは水の射精のボールがすごい飛んだっていう。へで2005年から水野のボールも低反発、その時に比べると飛ばないようにしてるんですよね、はい、でそれで、まあ、この2010年までが各球団がチームによって水野なのか Z なのかサンアップなのか、はい、アシックスローリングスなのかっていうチームごとに好きなボールを使ってたんですよね。ボール違ったんですか、球団ごと。球団ごとに違ったんですよ。知らなかった。でホームチームがボールを決めれたわけです。はい、でここ10年まではで11年からが統一球なんですよね、はい、水野の、うん、だからこの2004年以降っていうのは確かに飛ぶボールはあったんですけど、うん、でまあここで、まあ、表がこうあるんですけど、はい、この2000この10年前までは 0.40 から 0.42 までの範囲の反発係数だったんですよ。誤差の範囲でボールをやりましょうっていう、はい、そこだったんですよ。決まりはあったと。決まりはあったんですよね、はい、2011年から統一球になった時に、はい、この2年間めちゃくちゃ飛ばなかったんですよ、ボール。はい、なんかホームランの数がすごく少ないんですよね。はい、僕もこのど真ん中言いましたけど、はい、全然、はい、だから今までは入ったって歩いてたんですよ、はい、それが歩けないです。入るかどうか分かんないんで。へえ、そんなに打って違うもんなんですか。全然全く飛ばなかったんですよ。何やこの統一球全然飛ばへんなっつって、はい、ロッテ126本から46本でいけないなってます。本当だ。はい、これちょっと皆さん、ここにチームが、はい、そうです、チームがあるんですよ、書いてあります、はいはい、でこちらが年数、はい、上からで言うとジャイアンツ、広島、ヤクルト、DeNA、タイガース、ドラゴンズ、はい、でその線引いた下がパリーグ、さっき言ってたマリーンズは2010年126本から統一球になって46本になってるんですよ、はい、これ3分の1ぐらいになってますね、はい、でジャイアンツでも、はい、226本から108本、うわ半分だ、ね、カープも半分で、ヤクルトは若干減ったり、まあ、軒並み減ってるんですよね。そうですね。これ全然飛ばなかったんですよ。その時にこの 0.41 から 0.43 の範囲内なのに、はい、ボール測ったら 0.408 だったんですよ。だからその範囲よりも飛ばない数値になってたんですよ。へー、これっていうのは数が小さいほど飛ばないってことですか。飛ばない、数が小さいほど飛ばないんですよ、はい、数が大きいほど飛ぶっていう、うん、で、じゃあ2013年まで14年に改正しましょうって言って、はい、0.40 から 0.423 の範囲の中でやりましょうって言った時に、はい、今度は上に 0.426 上に今度飛びすぎる数値になってたんですよ、はい、調べたところ2014年、はい、14年です、はい、ここ、はい、で2015年から 0.41、まあ、ほにゃららっていうのに上限なくして統一しましょうってなってるんですよね、はい、で考えた時に、うん、2010年まで 0.40 から 0.42 の幅です、はい、っていうことは、
まあ、水の射精が 0.42 に近くて、うん、サンアップとか、はい、そういう磯野とか飛ばないボール使ってるとこが 0.40 に近い、うんうん、球場によってチームによって飛ぶ飛ばないがあったんで、はい、これも範囲内ですよね、はい、でこれも範囲内ですよね、はい、で今が 0.41 ですよね、うん、っていうことはこの2005年から10年の数値のちょうど真ん中ってことですよね、うん、あ、本当だってなった時に、うん、皆さんがね昔の方がボール飛ばなかったんじゃないのかっていう、はい意見ありましたけど、はいまあ、いろんなことを調べてデータとか調べて数字上のことですけど平均点なんで、うんまあ、もちろん昔より今より飛ぶボールもあったけど飛ばないボールもあった、はい、っていうことを考えれば今より昔の方が飛んでたっていう論理は僕は暴論やと思うんですよ、うん、あーなるほどコメントそうした人に言いたいわけですね言いたいんですよ飛ぶボールもあったけど飛ばないボールもあった、うん、だって平均点だったらほぼ一緒なんですよね、うん、今とだからボールの質はほぼ変わってないんですよ飛ぶボールが有利と思うチームは飛ぶボール使うし、はい、飛ばないボールが有利だと思うチームは飛ばないボール使う飛ばないボールが有利なってことあるんですかだからもう投手戦とかの方があーそういうことかそっちに投手戦ディフェンス型で持っていきたいところは飛ばない方がいいし、はい、打って打ってやりたいところは打つ方がいいし、はいはい、だからそのチームの特性に応じて、まあ、あとはやっぱスポンサーとか、はい、いろんな兼ね合いがあるんで、うん、ロッテは昔、ローリングスと、はい水野だったかな、うん、を1ヶ月交代に使ってたんですよ、はい、別に昔の方が飛んでた球もあったけど飛んでない球もあったから、うん、まあ昔の方が飛んでたよねとは言い過ぎやなっていう、うん、なるほどじゃあこの2010年までと、はい、13年まではそうですねここ14年が一番飛んでたんです飛んでる14年が一番飛んでるはずなわけですね、はいはい、飛んでるはずなんですよ、はい、で15年以降と10年までがほぼ、はい、ほぼ一緒っていうへえで考えた時にジャイアンツが183本って言うんですけど、はいまあ、2009年とほぼ変わんないんですよあそうですね総数で言えば、はい、だからねこれね飛ばないチームは、はい、飛ばないチームなんですよもう、うん、そうプロ野球界が飛んでるんじゃなく飛んでる、はい、飛んでないじゃなくて、うん、飛んでないチームがいるだけですホームランを打ってないチームがあなるほど、はい、ボールがどうとかじゃなく なくてそのチームが悪いなるほどなるほどチームに問題ある、はい2005年のこれ昔と比べても、はい、ジャイアンツとか一番そんな減ってないじゃないですか確かに、うんうん、で去年152で今年183で、はい、約30本増えてるんですか、はい、これ丸ですよねなるほど、はい、丸が来て、はい、逆に2列目の広島、はいはい、丸ですよねはぁ、あ、ほんまだ35本減ってる、はいまあ、丸が今年35本打ってないですけど、はいまあ、大体その感じが減ってたらそうなりますよね、まあ、1人抜ければそうですよね、はい、だから広島とかだったら、うん、この2009年からマツダスタジアムになってるんですよ、はいはい、だからそれ以外広島市民球場なんで、うん、球場狭かったんですけど、はい、飛ばないボール使ってたんですよ広島は、はい、でも今球場広くなった方が打ってますよねうんそうですね、はい、この広島市民の時よりもこう打ってんすよ、はいはい、ここら辺とかはね本当だだった時に昔より今がボール飛んでないのはないんですけど、うん、このこれでもそれだけで見てたんですけど、はい、めっちゃ面白いことがどんどん分かってきたんですよ、はい、2007年見ましょう、はい、2007年ヤクルトここ、はい、139本打ってます、はい、のに翌年83本になってるんですよめっちゃ減ってないですかなんで？これね調べたんですよ、はい、あの2007年はね、はい、広島でヤクルトで一番ホームラン打ったのはねガイエル、はい、35本、はい、で次がラミちゃん、はい、29本で青木が20本打ったんですよ、はい、翌年めっちゃ減ってますよね、はい、この時ガイエル11本ホームラン約3分の1減ってるんですよ、はい、で青木14本で若干下げてんじゃないですか、はい、でラミレス巨人移籍してますあなるほど、はい、その選手の移動とかで全然変わってくるわけですねでしかもこれ丸ついてますよ2008年、はいはい、何起きたか、はい、北京オリンピックで青木北京行ってるんでそのうちその北京行ってる間、うん、レギュラーシーズン出てないんですよなるほどだから青木も数字下がりますよね、はい、出てないんで、うん、そういったところで下がってくるんですよ面白くないですか、はい、面白いなんでこんな下がってんのやつったらラミちゃん移籍北京で青木いないみたいなガイエル不調みたいなわなんかそのトピックでちょっとなんか見てみたいですねいろいろじゃあ次見ます、はい、ソフトバンク行きましょうかはいソフトバンクソフトバンクはここで1000の一番上ですはい2013年、うん、はいここ125本から、はい、ほんでこれはねテラスができたんですよ2015年でもその前にあのソフトバンクが100本売ってない年あるぞと何が起きたか、は
2013年はですね、はい、松田ホームラン20本、長谷川19本、ラヘア16本、はい、内川19本、はい、で江川12本、はい、で柳田11本、うん、で2014年井出を来ました。井出を19本、内川18本、松田18本、柳田15本、はい、でその下が長谷川6本とか10本以上打ってるやつが一気に減ったんですよ。あ、なるほど。14年は6本以上、10本以上が4人になっちゃったんですよ。なるほど。その分ね、30本ぐらい減らしちゃうんですよ。へー。あとはですね、はい、西武、はい、2013年14年、西武ここですね、はい、86-125、はい、これもすごくないですか。あの、うん、40本増えてますね大体、はい、これ何が起きたか、はい、すごい明確です、はい、2013年中村拓也怪我のため26試合しか出場しないんでホームラン4本しか打ってないです。翌年、はい、復活、はい、ホームラン34本。うわでメヒアが途中から来てホームラン34本打ってんですよ。でそういったところもあるんですよ。そうですね、はい、ほぼほぼその2人でここの差が開いたわけですね、はい、あと広島行きます。はい、広島2014年から2列目です。はい、ここ一気に50本減ってんですよ。50本ですよ。50本。え、誰かって誰かいなくなったのかな。これね、何が起きたか、はい、2014年ね、エルドレッド37本、丸19本、はい、ロサリオ14本、キラ11本、はい、菊池アイザー10本ホームラン打ってるんですよ、はいはい、でこれ2015年に、はい、いきなりチームトップが丸とエルドレッドのホームラン19本に減ります。エルドレッドが約20本減って、はい、減らしてるんですよ、うん、でその次がシェアーホルツっていう10本になってるんですよ、はい、だからロサリオの14が消えてるんですよ、はい、軒並み10本以上減ってるんですよ。それによるこの、でも次見てください、また50本増えるんですよ。増えてる。何が起きたか気になりますね、はい、鈴木誠也が台頭してきます。うわすごい。前年5本だった鈴木誠也が29本ホームラン打って、はい、で新井貴浩7本が19本打ったんですよ、うん、でこういうふうに、はい、であとはね松山とかも持ち寄ってますけど、こういうふうに上がってきてるんですよ。すごい、なんか明確にその存在が出ますね、はい、数字に。あとジャイアンツいきましょう。はい、1番目です。2014年、はい、ここから次100本また切るんですよ。本当だ、50本近く落ちてる、はい、何が起きたか、はい、2014年ロペスがホームラン22本でチームトップなんですよ、はい、で村田21本、うん、安倍晋之助19、長野13、うん、で坂本16、アンダーソン15本ホームラン、はい、で2015年、何が起きたか、うん、大事件起きました、はい、ロペス DeNA 移籍。22本なくなります、はい、しかもちなみにロペスは2015年 DeNA で25本ホームラン打ちます。うわ、それがこの DeNA のここに入ってきてるんですよね。ああ、なるほど、はい、で長野が15本、はい、村田12本と21本から急激にペースダウン、はい、坂本12本、阿部15本の、あの片岡10本って、はい、上が抜けてるんですよね。うん、でそれで減らしてるんですよ。それでこんな減っちゃうんですね。いや、めちゃくちゃ面白くないですか。面白い。ってなった時に、はい、ホームランテラス作ったチーム、はい、どこですか。ここ2015年からのソフトバンクね、うん、でラグーン、はい、19年からのロッテ、で楽天が13年からラッキーゾーンが増えた、はい、でこれで、うん、よって、はい、なってるんですけど、ホームラン数打ってるとこってそんな変わってなくないですか。そこまでこのロッテですよね、はい、ホームラン打ってないの。だから打てるやつのいなくなってるっていうのは、うん、そもそも10本以上ホームラン打つやつがいないんで、2桁も打てないから全体的に減るんですよ、はい、で仕方なくラグオンつけたら158本、ね、いや、ね、倍ですよ。であとレアードが来たんで、あ、そっか、レアードの30本も入ってるんですよ。倍になります。それでも いきなり30何本プラスですからね。まあ、確かに。で、名古屋ドームもね、はい、ラッキーゾーン作ろうかって言った名古屋ドラゴンズはこの線の上です、はい、昔結構やっぱ強い時ホームラン打ってましたよね、同じ球場で、はい、タイロン・ウッズとかいたんですよ、はい、それも調べてきたんですよ、この2005年なんで39本も打ってんやと、はい、佐藤さんめっちゃ調べてるんですよ、はい、これ全部佐藤さんが自分で新幹線の中で調べたらしいです、こうやって。2005年タイロン・ウッズ38本、はい、福留28本、アレックス18本です、はい、で今38本打ちやついますかっていう問題なんですよ。あ、なるほどね、それはもうテラス作りましょうかになるんですよ、はい、うん、ああそうですね。で阪神もね、うん、ホームランが少ないって言われてるのはやっぱその30本とか打つやつがいないんですよ、はい、で要は30本打つやつを外国人でも連れてこないとホームラン数伸びないですよね、うん、そうですね。だそこが打者の能力が必要以上に伸びてないところですよね、うん、打ってるとか、はい、鈴木誠也とかいるとこ打ってんで、は
はい、でカーブ鈴木誠也とか言うから140本とか打ってるじゃないですか、はい、で坂本どうですかね、はい、でやっぱライオンズもやっぱ強いですね。ライオンズ強いじゃないですか。190、174、だって山川出現してきますからね、はい、中村拓也とかね、はい、浅村とか去年いましたもん、ね、今年は森の台頭とかね。あ、これ浅村抜けた分かな。そう、あ、そう分かってきました、はい、これ見とくのが面白いんですよ。面白いでね、オリックスとか微妙に優れてないのは吉田正尚一人で頑張っても厳しいですよっていうね。あ、そうですね、ところですよね。で結局打ってるチームは、はい、昔の総数と比べると変わんないんですよ、うん、そうですね、はい、だから昔の方がボール飛んでた、はい、飛んでないのはないんです、うん、ただそのチームのやつらが打ってないだけですよ。はい、じゃあもうこのボール昔は飛んでなかったからだって言ってる人違いますか。違いますよ。このね、数字見ても客観的事実から考えると、うん、はい、今現時点で昔よりこの2004年以降前よりは今の方が飛んでないです、はい、それはでもここよりこっからも飛んでるんで、はい、2005年からはほぼ一緒です今のボールと。へー、飛んでないのもここだけだよと。ここは本当にやばかった、まあ、うん、46本ですよ、まあ、どんだけホームラン打てへんねんっていう。そうですね、4試合だって3試合に1本しかホームラン打たないんですよチームで。そう、確かに1週間に2本。その中でも103打ってたライオンズはすごいですね。これね、おかわりくんね、はい、あのここよりもっと飛んでたけど、はい、飛ばなくなってもそこホームランゾーンなんですよ。あ、僕らはホームランだったんですけど飛ばなくなるとそこレフトみたいな、はい、あー、なるほど。もともとどこまで飛ばしてたかの一人でも変わりますよね、はい、そうですね、おかわりがかなり飛ばしてたわけですからね。そうそうそう、だからここはもうね暗黒時代。へー、で、はい、どうやったらホームラン打ちたいか知りたくないですか。知りたいです、はい、どうやったらホームラン打てるか、はい、もうそれスキルとかパワーじゃないんですか。調べてきたんですよ、はい、でももう今日時間いっぱいなんで、はい、次回です、はい。